稲森和夫名誉会長は、今から60年前、京セラの前身である京都セラミックを創業。これがその最初の京都セラミックの時のあの会社,会社の門の前でですね、もうあのだから27歳の時なのかな。 しかし、最初から順風満帆の歩みを続けていたわけではありません国内では全く相手にされなかったため電子部品の試作品を作ってはボストンバッグ一つでアメリカへ渡り飛び込み営業を繰り返していたといいます1984年には今の KDDI を立ち上げましたがその行動には常に一つの哲学が皆さんが。 心を高め、新しい事業を創出し。世界の世の中に、常に新しい価値を提供し続けることこそ。ことでこそ、企業は社会に必要とされる存在であり続けることができると私は思っています。二千十年には政府の要請を受け、経営破綻した jal の会長に就任。無報酬で引き受け、稲盛イナモリズムで債近に携わりました。 また後進の育成にも力を注ぎ若手の企業経営者に経営哲学を伝えるため稲森さんが立ち上げた清和塾87歳で体力的な問題から解散するまで国の内外の経営者1万5000人の塾生たちの育成にも携わりました。 1984年には私財を投じて稲盛財団を設立し毎年思想芸術の各部門の研究に貢献した人に贈られる国際的な賞京都賞を創設生涯をかけて人材の育成に心血を注ぎましたやっぱしリーダーとして人の上に立つ人っていうのはやっぱ思いやりの心をですね 持っった方でななければならんと思っていますそれを私は一言で「利他の心とこう言っているんですが利他の,の心を持っているかどうかというのがリーダーとしてはやっぱり必須条件だと思っています。